皆さん、プロスタイル井上、今現在結婚相手募集中です。空いております。ぜひもらいに来てください。パシパシパシ。だからここで本日ノンスタイル井上さんがプロスタイル井上に改名されたことを記念いたしまして、プロスタイル井上改名式を行わせていただきます。この度改名することになりましたね。はい、なんだかちょっといつも以上に気合が衣装から感じ取れるんですが。そうですね、もう首元手首ざらついて仕方ないですね。はい、これすげえありがたいんですよ。このプロスタイルを宣伝するのでこの僕を起用していただく、すげえありがたいんですけれども、俺絶対に佐々木希の方がいいと思いますよ。いいんですかこれ。だって一応女性がね使うものじゃない、基本的には男性も使えますけども、いいんですか俺で。いいんです。本当ですか。飛び道具って言うんですか。飛び道具としてはね、いい線いってます。間違いないと思います。はい、このプロスタイル井上と命名することによって、おそらくこのプロスタイルではまとまらないぐらいのネットの炎上するだろうなと思ってます。まあ、罪悪感というのはまあ特にはないんですけれども、もう見ていただいたら分かるには私石田ファッションで固めてますから、もう一人ノンスタイル、いや一人プロスタイルだということですよね。もう超越しましたよね。だから相方と僕が融合したような形、これがプロスタイル井上でありますよね。やっぱり今日はちょっと企画に挑戦していただこうということで、はい、ヘアスタイルが画面に出てきますので、はい、その全てのヘアスタイルを褒めていただこうということで。素敵なロングヘアだね。アフガンハウンドよりも素敵な髪型さ。緊急事態、俺の中の恋愛モンスターが目覚めそうだ。素敵なロングヘアだね。もはやアフガンハウンドだ。決まりました、ありがとうございます。おう、超ベリーショーツ終了です。世界一素敵な髪型がここにありました。まあでもその相手に興味がある、相手のことを知りたいと思えば、もっとこういうとこ教えてほしいなっていう気持ちからやっぱり褒めたいというか、もっといろんな表情を見たい、その相手のやっぱりこの喜んでる顔、笑顔を見たいと思ったらやっぱ褒めるのが一番なんじゃないかなとは思いますよね。はい、バレンタインの日も今の一日仕事で女性の方とこの絡むことがなかったので、ホワイトデーでもしバレンタインあげたかったのにあげるチャンスなかったっていう女子が寄ってきていただければお返しにキスします。はい、これはご飯でも来ますけど、はい、一人寂しく過ごすんでしょ。今のところ何の決めつけなんですか。決めつけなさい。まあ今のところ何の予定もないですし。仕事もないんですか。ええ、仕事ですの。14日はもう朝から晩まで仕事なんで。よかったですね。まあまあよかったですね。だからでもまあぜひこの来年のホワイトデーバレンタインデーにはなんか皆様にちょっといい人見つかったよって言えるように、ちょっとこの1年頑張ります。この1年本当に頑張ってます、ね。本当に頑張ってます。もう結婚したいんですよ。はい。ようやく結婚願望が。もうめちゃくちゃ今あります。おいっ子に子供が生まれて、そのおいっ子の子供がもうすぐ小学校なんですけど、それでランドセルをプレゼントするのを買いに行ってあげたりとかしてたら、自分の子供欲しくなってきて、でやっぱ結婚したいなってやっと思い始めたんで、なんとか今年結婚